特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。俳優、瀬戸康史さんの魅力を語ろう。どうもゆうちゃまです。このチャンネルで何度か瀬戸康史さん語らせてもらってまして。もうね、瀬戸さんが演じてるドラマ、結構夢中になって見てきたんですよね。いっぱいもルパンの娘とか、透明なゆりかごとか、私んちの男子とかもうね、いっぱいあるんですけど、今日はそんな瀬戸康史さんの魅力を語ります。もう、僕はやっぱりなんといっても NHK の番組、グレーテルのかまどですよ。もう瀬戸康史さんファンなら、もう当たり前でしょって言うかもしれないですけど、もう毎週のようにスイーツ作りを紹介してて、もう洋菓子から和菓子、もういろんなお菓子、ケーキまで。もうね、毎週見てて面白い。10周年も迎えて、11周年、12周年とずっと続いていくグレーテルのかまど。もうね、最高です。言葉が出てこないです。グレーテルのかまど、あの番組の雰囲気が心地よい。僕も真似しちゃうんですよ。姉ちゃんお帰りみたいな。ではちょっと失礼してとか。もうやっちゃいたい。それぐらいハマってるグレーテルのかまど。まだ見たことない人はぜひ一度見てほしいです。僕はなんか何も別にグレーテルのかまどっていう番組に関与してないんですけど、ただの一ファンなんですけど、グレーテルのかまどはね、瀬戸康史さんファンならぜひ見てほしい番組。毎年プレミアムドラマっていうのがね、グレーテルのかまどであるんですけど、ドラマ仕立ての特番も押していきたい今日この頃。10周年からね、毎年やってるんですよ、プレミアムドラマ。なんかね、やっぱりね、瀬戸さんの人柄っていいんですよね。なんかそれが伝わる、なんかお菓子作りとかに、なんか性格が出てるんですよね。なんかやっぱり料理とか、もう何、ピアノの演奏とか、なんだろう、やっぱりこうその人が持ってるものが出てきてしまう部分あるんですよ。あ、ガサツだなとか、なんかすごい神経質だなとか、潔癖症だなとか、やっぱそういうのって現れるというか、なんかね、瀬戸さんはすっごいあったかい。僕はそう思ってます。そしてね、まあ瀬戸康史さんと言っては、瀬戸康史さんはなんと言っても俳優さんなわけですよ。いろんな役柄の演じ分けを楽しませてもらってます。で、今日語りたいのはやっぱり代表作。まあね、皆さんいろいろあると思うんですけど、僕の個人的には仮面ライダー牙、紅渡るという役なんですよ。もしかしたら知らない人いてるんじゃないですか。瀬戸康史さんって仮面ライダーだったんだって。仮面ライダーなんです。仮面ライダー牙ですよ。仮面ライダー電王が佐藤健さんだったんですけど、その次の放送が仮面ライダー牙。引きこもりの男の子がいろんな人と出会っていき、一人の人間として成長していく紅渉くん。仮面ライダーの作品の中で紅渉が一番人として成長したキャラクターなんだなって思ってます、個人的に。主人公であそこまで成長したキャラクターっていますかね。すごい大人になったよ、最初から最終回まで。こうそれにかけて友情や恋愛、まあ、家族のこと、いろんな荒波に揉まれながら大きく成長していく渡るくん。もうね、物語として最高でした。もう一度ね、なんか大人になった瀬戸康史さんで、まあ、仮面ライダー牙をいつか演じてほしいなって思いますけどね。今ね、ライダー作品がね、20周年作品とかね、なんか周年作品が、まあね、やってる作品もあるので、牙はまた見たいですね。瀬戸康史さんが演じる牙をもう一度見たい。いろんなところでね、映画とか、ドラマとか、CM で、瀬戸康史さんを見れる姿をね、こうやって目撃できるのが嬉しくてたまらないゆうちゃまです。電車の駅とかで、町屋の、車内広告っていうんですか、駅内広告っていうんですか、ちょっとわかんないんですけど、なんかそういうポスターを見た時に、あ、売れたな瀬戸さんって思います。なんか感慨深い気持ちになるんですよ。もうあの広告もそうですけど、瀬戸康史さんの優しいオーラがにじみ出ちゃってるんですよね。すごいあったかい。
婚されて子供もいて、また大きく成長した姿を見ているようで、一ファンとしては嬉しくてたまらないです。もうね、子供の頃から見てますから、もう私よりも年も大先輩ですけど、皆さんは瀬戸康史さんの演じた作品だと何が好きですか？やっぱり僕は牙が不動です。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。